窓閉めたらもう開けようかな。愛用この扇風機ずっと使ってる。ふう、かわいいでしょこれ。ボロボロになってきちゃったけど、ピーターパンの時、ピーターパンやった時にね、なんかシール作れる機械とかがあって、それ作ってね、てんのひらがな。でも今四角のもっとコンパクトなやつが出てるよね。でもいいんだ今はこれで。ここに置いとこう。名前シールね。ピン止めました。あ、これでも今日帰る時からずっとつけてる。持ってきて正解だな扇風機。だいぶ快適度が違うぞ。カビゴン寝てますか？ここにいるよ。みんなは明日仕事だよね。日曜日だもんね今日ね。今のりんちゃんすごく本当あれかな、なんか前髪流してるからなんかそう見えちゃったのかな。わーい、わー、お仕事頑張って、頑張ってね。ちなみにまだ見てないけど、残りの7公演のうちのどこかで見るよーって人、はーい。まだ見てなくて、見てなくてこれから始めて見るよーって人は、お、いるいる、おー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 、嬉しい、楽しみにしててね。おお、火曜日、だいたい今までやってったやつさ、休演日やってさ、休演日の次の日とかめっちゃ同じのできるかなってなるけど、今回は休演日なくてずっとそのままのテンションでやれるから、なんかそれは不安になるところがなくて、それは良かったなって感じ。うん、あーね、確かにね、今回大阪と東京の間あんまり開かないよね。休演日ない方がいいんだね。うん、私はそうだね、ま、ね、今やってる役がそんなにあのえいやおいやおりゃおりゃとかするタイプじゃないので、そう、体を休めないとできねえみたいな感じじゃないから、
新幹線移動はもう慣れっこじゃない。新幹線、あ、なんでなんでなんで新幹線のこと言ってくれたの。大変そうに感じる、その移動。慣れっていうか、なんか好き、すごく外の景色を見ながら移動するのすごい好きだから大変に感じない。うん、新幹線乗れるの好き。大阪ならそんな大変じゃなくない。うん、全然全然。ビール飲めるね。あ、乗ってる時にってこと。いやいや、そだって場当たりとかありますから、仕事の前に飲めないよそんな。でも飲んでる人いるよね。みんなもなんかさ、たまにさ写真あげる時さ、なんかあげてねーっていう。私のなんだっけ、アクスタとかと一緒に席こうやってパカってうんって言ってお酒ポンと置いて、ありがとうって言って写真さ載せてる時ない？私に限らずだけどね、やってるイメージがある。あー、オタクは大体飲んでますねって言われてるよ。そうなんだ、やってんだ。いいじゃん、すごい楽しそうで、いいじゃんいいじゃん、いいねいいね。儀式、儀式なんだ。まあそういうのやってほしくてね、売ってますからね、アクスタとかはね。新幹線のものうまいよ。だって、あ、そうなんだ、やったことないな。飲食系もよね、そうだよね、そういうイメージ。でも私もなんかこうのやつとかはさ、やっぱ旅先でなんか景色とっていう、そういうのを想定してポーズとかやってたから、もうちょっと今度もしまた違うので新しくってなったら、もう取り終えちゃったやつに関してはもうどうしようもできないけど、もし今後また新しく取って出す機会があったら、ちゃんと食べ物を系にマッチするような感じもちょっと考えてみるね、撮るときに。あ、餃子食べてるんだみたいな。どういうこと。ラーメンかみたいな、枝豆なんだみたいな。そうだよね、みんななんか大体なんか食べ物と撮ってるイメージ多いわ。みんながまだ私のこと好きでいてくれてたらの話ですけれども。りんちゃんはビールよりワインのイメージ。でも最近はなんかワインを飲んでいないかも。最近はね、なんかぐるぐるしてる、いろんなものをこう知って、でなんか今いろいろ学び中って感じ。私のアクスタスイーツが似合うだって。あー、なんて可愛らしいんでしょうか、スイーツが似合うって。嬉しい。いろんなお酒試してるのかな。そんなにいろんないろんなって感じじゃないけど、うんうんうん、最近そうそう、ビール、そうそう、なんかちょっと前までわからんって言ってた、そのビールは喉越しだぜみたいなやつも、なんか
あともう一歩で分かるんじゃないかっていうああそういうことねみたいな、なんかちゃんと分かりそうになってきたよ。まだちょっとちゃんと分かってないけど、なんかああってみんなが言ってたのってこういうことかみたいなのが、ノンアルビールだってこと？ビールのノンアルみたいなのは逆に飲んだことない。ペリーちゃんのアクスタ欲しい。絶対出ないねごめん絶対出ません。でもありがとね、嬉しいよ言ってもらえて。メアリーオルディも喜んでるよきっと。私にもなんかそうやってスポットライトを浴びる機会があって、喜ぶよきっと。ビールのノンアルは健康診断の前日、あ、なんか数値的なってこと？そんなにずっと飲んでるの？テル時間のグッズはもらえたりするの？あー、もらったよー、バッグもらっちゃった。これはもう出演者特権ですから。私はね、黒をもらいました。あとグッズとしては出てないけど、タオルもちょっとこちら側では特別にあったりして、タオルもゲットしちゃったです。あー待って、面白い。俺の、あ、親会、自分じゃなくて健康診断前はノンアルに切り替えたやっぱりそのアルコールとかはなんか数値が大きく出ちゃうんだ。前日だけってなんか無駄なあがきなような気がしてるけど、もうちょっと1週間前とかせめてじゃないと変わらないんじゃない毎日飲みたくなっちゃうんだね、美味しいもんね。そうなんだ。でもさ、そんなにさ毎日飲んでたらお腹タプタプにならない？タプタプっていうか、なんかどんどんさ、なんか脂肪がとかじゃなくて、あの物理的にこうポーンってならないの？それがすごい、毎日ビール飲んでるっていう。なるよーだってかわいい、ちょっと待ってなるよーってきたなるけど、でも飲みたくなっちゃうんだ。そっかそっかね、そうだよね。かわいい、めっちゃかわいくない今の。なるよーってプーさんかな。ビールっぱらっていうものがあります。あ、そういうことなんだね、なるほどね。たまに腹を自分で食えば何してんの、ダメダメフ気づいたらなってるんですだって。そういう時に日本酒ですよ、タプタプにならないよジュースは飲まない。あー、あまりジュースとかはそうだね、そんなに多くは飲まないかも。うん、
でもコーラ好きだよ。ゼロも好きだし、普通のゼロじゃないやつも好き。うん、やっぱ炭酸いいよね。朝からビールいけるってそんなしたことがない。わかんない、朝から飲みたいよって思ったことないからわからないよ。いるかな、そんな朝からビール飲んじゃうぜって。まあ仕事があるからっていうのもあるけど、したことない、わかんない。いけそうかいけそうじゃないかって話。それで言ったらいけそうな気もしちゃってるけれども、したことないですね。結構いる。あ、そうなの。あら、朝からすごい楽しそうですね。昼からなら飲みたいね。憧れるね、楽しそう。結構やったことあるっぽそうな感じの人いて、なんか楽しそうでいいですね。お休みの人、お休みの人、ああ。あったら飲んじゃう。でもなんか朝から飲むって結構気合入ってない？お昼まで寝る方がなんか、すごいなんか自堕落な生活してるなと思うけど、でも朝からビューって逆にちゃんとしてない。だって朝起きてること自体がもう、その休んでもいい日にねって思っちゃうけど、なんかみんなすごい楽しそうな休日を過ごしてるんだね。私はもう買い物とかに行きたいな。うん、ご飯も、まあ、一人かな、一人がいいな。お休みの日はなんかお仕事終わりとかは逆になんか誰かとご飯行きたいなと思うけど、本当にお休みの日とかは一人でが好きかも。何買うの？服？だって秋冬すっごく可愛いんだもん。洋服買いに行きたい。なんかブーツとかも見に行きたいし、でもこの間すみません、可愛いコートを買ってしまったんです。うわー、もうコート市場で言ったらもう自分の中で、うん、多分ね一番高いと思う。ごめんなさい、誰に謝ってるの？そうなの、更新しちゃった。その日お店にの、それを目的とかじゃなくて、なんかふらーってお店に入って、なんか可愛い秋冬物ないかなーみたいな感じで、あったら見るだけでいいやーみたいな感じでふわーってやったら、可愛いってなっちゃって、でこれずっとこうやって見てて、マジマジと見てて、そしたら店員さんに話しかけられて、そしたらもう今日入ったって、入ったばっかりってなって、でもこれ環境をすごい考えて持ち帰っちゃって、寝かせてまたお店に来た時になくなってたら、これはすごいショックだなって思ったぐらい素敵なことがあって、買っちゃった。
ちゃったの。でも全く後悔してない。あの時よくぞ決断した自分と思ってる、人に一目惚れしないけど服にはもう一目惚れしちゃうので、これはもう絶対私が買わないといけないと思って買っちゃった。今なんなら目の前にいるずっとお部屋にかけてたの、いや本当にお洋服はいいと思った時に買わないと本当になくなっちゃう、取られる、奪われる他人に。なんかセレクトショップだったんだよね。そう、いや嬉しい、早く来たいなって思ってる。一期一会本当にそうだと思う。私も売られたその日にこう出会ってっていうのがもう運命的だったよね。アウトレットモールとかも行かない、だってない、長くないねえ。だからなんだ、ピーターパンとか行った時は、軽井沢とか行った時とかあって、その時見たけど、あ、沖縄行った時もあったな。だからそういう時じゃないとないから、普段アウトレットの店とかどこにあるんだろうって感じ。いいな、うちの近くある。羨ましい。そっか、小学生の時とかも家族で言ってたけど、アウトレットってなんだろうって全然分かってなかった。結局ね、まあ家族とかいるとね、買ってもらう側になっちゃうから、あんまりそういうの気にしたことなかったな。気になってる御殿場、気になってる、よく聞くよねそれ。夏行った海外で服は買わなかったの、めっちゃ買った買った。それもね、本当に運命的だったなと思ってます。あ、してなかったかこの話。そっか、全然してないか。買った、あっちにしかないブランド、イタリアの。もうそれもとんでもなく可愛くて、もうでもね、夏物だったからちょっともう着る、今年はもう着れないけど、あ、一つは違うか、そう、すごいセクシーで可愛いワンピースと、嬉しい、なんかそういうのあっちで見つけて変えたっていうのが。そう、しかも一人でさ、そのさ、喋れる人と言ったけれども、でもその時は自分で一人でそのお店に入ってお買い物したから、頑張って英語話してさ、伝わってんのかなみたいな感じで、サイズとかも試着室とかでさ、でもなんとなくもっとちっちゃいやつの方がいいかもねみたいな、サイズとかもすごい持ってきてくれたりとか、ちょっとドキドキした。緊張した。わかる、勇気いる。ね、聞いて、なんかそういうお店じゃなかった、もうとてもお素敵な素敵なところだった。あ、でも一つはね、秋物買ったから、タイミングが
れちょっと待って、もう一つ何買ったんだっけ、あれ、ワンピースと、あ、でもそれもやっぱり夏物だわ。お店が素敵だったんだよね、すごく。ベニスでそのお店見て、そう、だから店内もすごくおしゃれでね、素敵だったの。いろんな都市回ってる。うん、めっちゃ行ったよ。まあそうだね。CV とかで見、あ、いいね。でもそれ見せたいな。うん、写真いっぱいあるので。韓国ね、韓国でもなんか何があるか全然わかんないから、あんまり自分の中で行きたいなってなったことあんまないんだけど、何があるんだろう。周りの人はよく行っててね、お土産もらう機会はたくさんあるんだけど、あと辛いのがね苦手だから、ご飯とかもちょっと、そう、チヂミ好きだよ。チヂミだったら食べる。あのキムチとかもよくわかんないから、辛そうだし。うん、ビビンバもなんか、あの石や石のやつに入ってるやつだよね。そう、何だったらいけるんだろう、韓国料理。チヂミしか出てこないの。あれは、あ、見てる人すく、あれかもし、わかんないか。なんかドラマの中、なんかチキン、愛の不時着で愛の不時着で出てきたあの鳥のなんかチキンが出てきたの。あれ食べたいな。なんだあれね。そうだよね、わかんないよね。大きいチキン、揚げたチキン。サムギョプサルってなんだっけ、焼肉なんだっけ、よく聞く、なんだっけ、サムギョプサルなんだっけ、お肉を葉っぱで包んで食べるやつ、サムギョプサル。ウィーブチキン、なんだ、豚の焼肉。あ、なんかそれならいけそう、いけるいける。うん、でもなんかスイーツとかが多そうなイメージだな、おしゃれだね。あ、でもそれこそお洋服とかもね、可愛いのいっぱいありそうっていうぐらい、なんか具体的に出てハルサメみたいなやつ、誰か分かる人いる？ハルサメどうやって食べるんだろう。コスメ、あー、でもあんまコスメも詳しくないからな。
肌綺麗だから、いやいやの化粧品で綺麗になるわけじゃないからね、もうね、こういうのはね、うん、次はどこ行きたい、もうそれはもうシンガポールですよ。寒い、ここが寒い時に行きたいよね。あ、そうそう、ひーちゃんね、ひーちゃん絶対めちゃめちゃ詳しい。マリーナベイ、そう、憧れの、そう、今は住んでないけどね、いとこがねシンガポール住んでたので、いいな、住んでる時に行けばよかったな。でも電車も乗れないような人間だったから無理だよね。もうずっと、もう遊びに来るよって言った人がもうずっとドキドキしてたよって、今飛行、なんか飛行機乗ってるとかさ、あとそこから連絡したわけじゃないけどね。今空港から日立に来てるとかさその時シンガポールのこと何にも分かんなかったからあれだけど、いいないいな、マーライオン、ああそうだね、でも自分の行きたい理由の上位にマーライオンは入ってなかったかも。なんか他の植物園とかカニ食べたいとかそういうのが、かわいい、仲いいな、あいとこ、みっくんもほんとこれさ懺悔だ、ほんと今だから言える話なんだけどさ、ほんとに大好きすぎてもう帰るのがすっごくすっごく寂しくなっちゃって、ほんとにもうほんとにね、もうめちゃめちゃ悪いことしたなと本当に反省してるんだけど、本当に本当にもう会えなくなるのがしばらく海外だから寂しくなっちゃって、なんか物をわざと隠しちゃ、隠したっていうか、まあ、隠したなのかな、これを私が持ってればこれを取りに戻ってきてくれるんじゃないかと、小学生で本当に許して、小学校低学年とかそういう時だったんだけど、もしかしたらこれを取りにまた戻ってきてくれるかもしれないって思って、そう確保しちゃったんですよねなんかポーチを本当に最低だよねマジで。これは本当めっちゃ怒られた方がいいよ、これもう本当にダメだよ、言ったの本当に良くないです。戻ってきてない、もう忘れちゃった、本当にちっちゃい頃のことすぎて、あー僕が捨てちゃった、はあ、これねあれなんですよ、あのジグゾーパズルの枠ここに置いてるの、そう本当に良くないですよねぐらい好きだったの、戻ってきてほしくて、可愛いで済まされないけどね本当はね、このエピソードね、いとこの話してたら思い出した、お姉ちゃん、忘れちゃった、でも戻ってきてなかったと思う、多分飛行機乗るとかそういう時間あったから、そうそう確かそう、あ戻ってきてくれないんだってがっくりってなっちゃって、ただ罪悪感だけが残るっていう
ばい、ね、1時だってやばいね。1時はダメだわ、寝るか。すいませんね、なんか本当に関係ない話がなんかいろいろ。もう1時ねえ、1時だ。でもごめんな、私はそんな明日早くないので、すいませんね。明日18時なので公演が。何時起き？何時に起きようかな。でも朝そんなさ早く起きる必要はないよね、もう。いやでも今日はちょっと正直から疲れてましたわ、今日は。うん、ね、バタリからずっと続いてたので、ゆっくりしたいと思います。なんか珍しくなんか言葉にして言いたくなるくらいちょっと体疲れたなと思った。あれ飲んだもん私、キューピーコアゴールド飲んだ。効くんだよねすごくね。あれ何きっかけで最初飲んだんだっけかな、なんかのきっかけで飲んだ時に、えっとすごいなって、これ1個飲んだだけでこんなに元気出るんだってすごいびっくりして、あ、大変な時枯れないはいいんだと思っちゃって、そう頼らせていただいております。すごい効く。最近ネットで、あ、思った、はついにこのキューピーコアゴールドのすごさがバレちゃったぞと思ったもん、あれ見た時。やっぱすごい効くよねって思ったもん、あれ見て。卒業間近の時も飲んでて、嘘、私飲んだって言ってたっけ、忘れちゃった。でも本当にそれくらいね、元気をもらね、助けてもらいました。はい、私はすごく効いたの。恥ずかしい、言ってたんだ、私飲んでるって言ってた、恥ずかしい、言ってたんだ。なんかすごい照れちゃうな、なんか恥ずかしいな。ユンケルも、いやユンケル飲んでないと思う。そういうなんかお代理がなんか言ってたみたいなエピソードがね、みんなから聞いたけど、なんか飲んで一回飲んだことあるユンケルがとっても、私は苦く感じちゃって、あやーってなった覚えがあった。でもすごい効くんだよね、きっとね。でも苦いから効くってところもあるよね。あ、そうそう、ユンケル家に数年前に買ってもらったっていうか、あのソロコンやってた時、さすがになんかもう期限切れてるのかな、ほんとあのソロコンとかいろいろ A のとか8とか、あのやすごいコンサートあった時期あったじゃない、結果インフルになっちゃったやつ。あの時のやつだったと思う、確か。いや多分もうなんかない気がするけどね、どうだったかな、もうないような気がする。いやそうそうそう、やっぱ暑い、早く終わりなよってね。もう終わりにあとちょっと話したらもう終わりにします、ごめんね、早く寝ろよってね、すいませんね。なんか今一番この心に負荷がない、ストレスがないって感じるのは LINE の通知のあの数字、未読のものがあるとさ
数字スクじゃない、あれがないっていうのがもう素晴らしい。もうすぐ返すもん最近とか。やっぱりなんかさ、レッスンやったらもう必ずこうそのフリーブイ送ってくれたりとか、もうほんともろもろの連絡確認しきれないぐらいも来ちゃってて、もうアンケートがあったりとか何かのなんか誰かのやり取りがわーってなってて、もうだから誰かからもうちょっとした連絡とかもなんかそこに能力が使えないぐらいもう短パンになってて、その返せないっていう、あとちょっと返してない時間が結構空いちゃったみたいな罪悪感とかも、この LINE というこのアプリ一つだけで結構もう自分のこの脳内のこのタスクのなんていうの全部結構割合持ってかれちゃってて、もうそれが今一切ないっていうのがすごく幸せ。え、100桁も行ったことないけど、一件一件が重くて、そう、ねえ、もうほんと今自分の中のあれもうすぐやるっていうのを大事にしてる、何でも。 AKB 卒業してよかった、笑ってきてる。タイミング的な話で言うとすごく私はいいタイミングで、あの辛かったんかってなっちゃうからね、そう答え方次第だとね。私はすごくタイミングがすごい良かったなと思ってるよ、うん、まあ、まだもっともっと自分がね早いタイミングで入っててとかだったらきっともちろんまだずっと痛かったと思うし、うん、まあ、でも今卒業したってことについて、卒業しているっていうこの現状については全然後悔とかはないかな、うん、卒業してからじゃないと分かんなかった、なんか今のこの生活のとか人付き合いとかさ、いろいろねお仕事の感じもそうだし、うん、今もね、うん、ダイさんとかも今日ご飯食べたんだけどさ、ね、あーなんか全然違う生活してるなーって1年前と、卒業してもファンタの氷のパー作ってくれ、いやいや、そんなのは私のセリフだよ、そんなのね、こんなアイドルとしてのなんか歌って踊っての現場は今はね、今はなくて、そんな中でもね、なんか機会を作ったら会いにみんなが来てくれるからさ、そんなのは私のセリフですよ、ありがとうね来てくれて。第3は第3、そう K ですよ。ファンクラブ入ろうか迷ってる。あ、みんな仕事して、ほら仲間が一人増えるよ、入っちゃえ入っちゃえ入れ入れ入って入って、みんなほら引き込むんだ、ファンクラブ仲間が増えるよ、引き込め引き込め、みんな背中押して押して、私が今引くから、今私引くからみんな押して押して、入れ入れ入るしかないね、こんな、あ、みんな行ってる、ほら出る、ほら、なぜ迷ってるって、ほら、なんで迷ってるの、入らなきゃ今すぐついでに私のいいところもどんどん上げていっちゃおう、もう入りたさしかなくなっちゃうぐらい、もう
どんどんいいところ行ってこう、もうイケイケゴーゴー、アーカイブ入るしか、入るしか。自分は入ってないけど入った方がいい、どの立ち位置で行って入れフフ俺も入ってないんかい、入ってないんかいフフ、もったいない、入ってないんですか、あんなことやこんなことほらまた落ちてきちゃったじゃん、もうもうちょっと別なとこ置こう今度から。うん、なんやねん、あっち行って、あ、でも私がここにないと倒れちゃうのか。さあ今パズルやってんですよ、全然できない。アイドルですか、今はね、アイドルじゃないけど、でも心はまだまだなんかアイドル気分どうだろう、入ったんじゃないもん、もう入ったでしょう、これは入ったね、入ったね、入ったということにしましょう。寝るか、寝ましょう。ではでは、まだまだ続くので頑張っていきます。皆様のご来場お待ちしております4公演あとで、今日も来てくださった皆様ありがとうございました。スクリーンショットだよイエーイ、なんか暗いね、しょうがないしょうがない、イエーイ。使うとこないか、こんなのね、撮ったところでないですね。寝ましょう、ありがとうございました、おやすみなさいバイバーイすいませんね、夜遅くに付き合いいただきまして、バイバーイ、おやすみなさーい。